2112年ドラえもん誕生は1995年3月4日に公開されたドラえもんの映画作品。ドラえもんの誕生から20世紀への旅立ちまでのエピソードをまとめ、ドラえもんの秘密、未来での生活などを描いた物語。漫画家、藤子、F、藤尾は新作のアイデアが出ないことに困窮しており、タイムマシンさえあればと呟いたまま疲労で居眠りを、 してしまう。その夢の中では、遥か未来で一体のポンコツロボットが生まれ、自身の不器用さに翻弄されつつもそれでも、一生懸命の頑張りで周囲に認められるという、不思議な話が展開されていた。声の出演は、大山信よ、横山千佐、横沢恵子、大田敏子、皆口優子など、ナレーションを藤子、F、藤尾が務める。 本作によってドラえもんの設定などが改められており、過去の設定とは差異が多く見られるが、監督の米谷によると原作者の藤子は、今までに提唱されてきた設定や誕生にまつわるエピソードについて不満があり、それらを整合させたいという意向が本作に反映されているという、1969年11月、漫画家藤子 F 藤尾は、 学年誌での新連載漫画のアイデアが出ず、困り果てていた。自宅の机で、藤子は時間のなさを嘆き、タイムマシンがあれば、未来の自分からアイデアを盗めるのにと呟く。2百1二年9月3日、子守用猫型ロボットを生産していた、松芝ロボット工場の上空で、タイムパトロールが、逃走犯を追跡していた。逃走犯は、タイムアープを行い、 その余波が電撃となる一体のロボットドラえもんに直撃。ドラえもんは衝撃で頭からネジが一本外れ、外に放り出され危うく焼却されそうになってしまう。その危機を救ったダンシングロボットのラミアー後に一目ぼれするドラえもん。ロボット養成学校へ戻ったドラえもんは、勉学に勤しむが全てうまくいかず失敗の日々を送っていた。ある日、校長に呼び出されたドラえもんは、 他とは違う個性を生かすためクラスの変更を命じられる。そのクラスには個性豊かなロボットたちが在籍し、その中にノラミアーゴの姿もあった。偶然の再会を喜ぶ2体だったが、それを心よく思わないジャイベート、スネキチにドラえもんは目をつけられてしまう。その直後にジャイベート、スネキチに四次元ポケットを取り上げられそうになったところをノラミアーゴに助けられた。 それから時は過ぎ、クラスメイトとは打ち解けたドラえもんだったが、養成学校卒業オーディションの前日に至っても、成績の悪さだけは克服できていなかった。不安を漏らすドラえもんにのラミアーゴは、一生懸命さが長所と励ましポケットから、ドラ焼きを出しプレゼントする。そして、オーディション当日、個性の強いロボットが、次々とスカウトされていき、ジャイベート、 すねきち、のらみあごも無事スカウトを受ける。ドラえもんも必死に秘密道具を披露するがすべて失敗。しかし、時間切れとなる寸前、一人の赤ちゃんがボタンを押しスカウトする。その後、その赤ちゃん、せわしの家庭に行くと、すぐにそれは押し間違いによるものだと判明した。しかし、せわしのなつき、具合に、両親はスカウトを取り消さず、ドラえもんを子守りとして迎え入れ。 家族としての生活が始まるのだった。数年後、年度でドラえもん人形を作っていた世話シは、人形の耳をドラえもんに似せたいと仕上げをネズミロボットに頼む。するとロボットは、ドラえもん本体の耳を人形に似せると勘違いし、ドラえもんの耳をかじり、さらに修理に向かった病院で、アクシデントにより、医療ミスが発生し、ドラえもんの耳は完全になくなり、 見舞いに来たドラミア後にその頭を爆笑されてしまう。その上、ドラエモンは元気の元のつもりで間違って、悲劇の元を飲み3日3番泣き続けた結果、全身の黄色いメッキが剥がれ、声も変貌してしまっていた。そこへ、妹ロボットのドラミが現れ、ドラエモンを探しに出たセワシが迷子になったことを告げる。ドラエモンは今度こそ元気を出そうとするが、 またも間違って、電光石火を飲んでしまい暴走し、その間に世話しは逃走犯に、人質として拉致される。しかし、偶然突撃してきたドラえもんが、逃走犯の飛行艇を破壊したことで、タイムパトロールが、逃走犯を逮捕し世話しも救出される。以前とは、まるで変わった姿や恋にもかかわらず、ドラえもんだと気づき、前より格好良くなったと話す世話し 涙を流し喜ぶドラえもんだが、騒動で四次元ポケットをどこかに落としたことに気づく。そこへドラミとノラミアーゴが交流。ノラミアーゴは、ドラえもんの姿を見て爆笑する、あまりにアゴが外れてしまったことを引き合いに出して、その時の意見について謝罪し、改めて惚れ直したことを明かす。クリスマスの夜、セワシケはドラえもんのクラスメイトでにぎわっていた。 セワシは完成した人形をドラえもんにプレゼントし、みんなでケーキを食べようとすると空から、たくさんの小さいドラえもんが降ってくる。驚くドラえもんたちの前に、サンタに噴した校長が現れ、逃走犯逮捕に貢献したドラえもんを模して、生産された特別記念のロボットミニドラだと説明する。さらにお礼として新しい四次元ポケットをもらったドラえもんは校長のリクエストに答え、 乾杯の種を取り出しパーティーを盛り上げる。そして、ドラえもんは世話しいへのクリスマスプレゼントとして、出来の悪い先祖であるのび太を幸せにするため、タイムマシンで彼に会いに行くのだった。再び、1969年11月、机の引き出しから飛び出たドラえもんに驚く藤子。しかしそれは夢であり、朝まで寝てしまったことを悔やむ藤子だが、つまずいた起き上がりこぼしを見て、 グーパラな少年を助けるため未来から猫型ロボットがやってくるという話を思いつくのだった。原作は藤子 F、藤尾の短編、ドラえもん誕生をもとに、これまで曖昧だったドラえもんの設定がこの作品で明確にされた。設定などについては、過去に発表されたドラえもん百科などに記載されてある情報と、本作で描かれるものは違いが多くあり、 なかったことにされたものまである。テレビアニメ、ドラえもんでこの作品を公式設定としており、藤子 F 本人も本作が決定版ですと太鼓版を押している。ただし2005年4月のリニューアル以降のドラえもんでは本作で描かれたデザイン及び整えられた設定はおおよそ引き継がれていない。また、この作品の一部は作者が過去に描いた。 ドラえもん誕生から取り入れたシーンがある。その時、藤子藤尾はと企画会議を行っていたが本作には出てこない。のび太の創生日記と同時上映された。配給収入、観客動員数、配給は同時上映作品に準じる。藤子 F の葬儀、告別式が行われた1996年9月29日に、ザ・スーパーサンデーで追悼放送された。 のびたの日本誕生では、本放送が始まる前に、上記の彼の過去のシーンが一部編集され放送された。2020年、短編、ドラえもん誕生が、藤子、F、藤尾ミュージアム内施設、F シアターの上映作品として原作に、ほぼそう形でアニメ化された。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。